これ血止めって言ったりするんですけれど、そこ模様が入ってて、ね、可愛い感じの。貝類の肝ってね、毒素が溜まりやすくて。赤貝ということで、今日は、赤貝の剥き方と、あとね、赤貝のお寿司の握り方を、まあ、何パターンかね、紹介しようかと思いますんで、ちょっと動画にまとめてみようかと思います。貝の剥き方はね、何パターンかあるんですけれど、多くの場合ね、貝というのは、こっち側からね、こう貝剥きを入れて剥く場合が多いかと思うんですけれど、赤貝というのは、これね、背中にまず、貝剥きを引っ掛けて、それからこの貝殻をずらして剥いていくと、こうずらすときにここが割れてしまった場合はここからね、貝剥きを入れて2箇所に貝柱があるので、この背中側から貝柱をこういった形で断ち切って開いた口から、ね、紐を外してこの残った貝柱を外して剥く方法と、ものによってはここでね、こうひねった時にこの貝がこう前後にこうずれる場合があるんですよね。でこの前後にずれた場合は普通に口から剥いていくと、2種類の剥き方がありますので、ただまあ前後にずれた場合はこっちから普通にね貝剥きを入れて、でこの両サイドの貝柱を外すと、こう貝柱を外しても赤貝ってここのね背中側で貝にくっついてるんですよね。なので、最後ここにね貝剥きを入れてちょっとこう擦ると身が落ちますので、両サイドの貝柱を外した後に最後この一番奥まった部分をちょっとね貝剥きで軽く擦るとストンと身が落ちますんで、貝を外してくださいと。で、まあここからね赤貝をさばいていくんですけれど、剥くとこの血みたいなね赤い汁が出てくるんですよ。赤貝というのはね結構生命力の強い貝でして、殻を剥いた状態でも剥いた汁につけておくと、まあ1日2日は身がねしっかりと生きているような貝でして、ただまあこの状態でね止めておくことを、まあ、我々はねこれ血止めって言ったりするんですけれど、まあ赤貝ね入荷した際に血止めしといてなんて言われたら殻だけ剥いて、この状態で保存しておくことを血止めと言ったりしますかね。赤貝のさばき方は比較的簡単で、まあ、まずねこの紐とこの身を分けますと、紐を包丁で押さえて身の方を引っ張るとこういった形になるかと思いますんで、そしたらこの紐を包丁で切ると、まあまずはこれね最初にまとめて紐を取ってしまいますと。赤貝はね市場ではね赤貝というよりは玉って言ったりするんですよね。なんでまあ本玉っていうと赤貝のことを指す、だから伝票なんかにね赤貝って書かれるよりも、まあ、本玉って書かれてることが多いですかね。ここまで来たらじゃあ先にね、身の処理をしていきますか。先ほどちょっとお話したねこの剥いた状態でもしばらく生きているので、このね剥いた状態で、市場からね仕入れることもできるんですよ。剥き玉なんてね言って仕入れると、この剥いた状態殻を外した状態で、お店に届いたりしますかね。赤貝の身をさばくときは、まあ、こういった形になっているかと思うんですけれど、このね膨らみのない方、こちらのね、まあ、ここに肝が詰まっているんですけれど、肝が詰まっている方から包丁を入れて、でこういった形で半分に開きますと。半分に開くとこの両サイドに赤貝の肝がついているかと思いますんで、この肝を包丁でこそげ取ると。まあこれはね、包丁をハスに入れて、こそげ取るようなイメージですかね。赤貝は生食する場合が多いかと思うんですけれど、貝類の肝ってね毒素が溜まりやすくて、で赤貝なんかはねほぼほぼ生食する機会が多いかと思うので、まあ、特にね産卵期なんかはそうなんですけれど、この肝がね毒性を帯びている場合が多いので、この残った肝はねきれいに、掃除するようにしてから、お召し上がりくださいと。開く時の注意点としましては、まあ、これこの後握りにするので、左右の厚みが揃っていないと、どうしてもね握った際に不格好な
握りになりますので、なるべくね身の中央に包丁を入れるようにして、綺麗に真ん中で開けるようにしてくださいと。まあ基本包丁で取って、この軽くねこういった形で包丁でこそげ取るようにすると、残った肝も綺麗に落とすことできますので、赤貝といえばなんかねお寿司の代表みたいなイメージがあるかと思うんですけれど、赤貝っていうのはね流通の、大半がね、外国産のもので賄われていると、国産の赤貝っていうのはねもう超がつくほどの高級貝と。で、輸入物としては、中国だとか韓国だとか、その辺のものがね、主流になってきますかね。中国産韓国産って言ってもね殻付きのまま生きた状態で、市場に届きますので、韓国産のね、ある程度色の綺麗な大きさのしっかりしたもので、一旦はね250円ぐらいしてしまうので、なのでね、外国産のものでも、結構なね値段のする高級貝ですと。国産のもので言いますと、産地としてね有名なのは東北の閖上の赤貝が、日本のね国内では超一流ブランドと、身も良くてね香りもいいので高値で取引されていたりしますし、あとね兵庫だとか北海道だとかこの辺はね結構大玉な、これよりね二回り大きいような赤貝が流通したりもしますし、あとね九州だとか山口県産の赤貝なんかも出回ったりしますかね。国産のものだとね一玉700円だとか、それ以上してしまうものがほとんどですので、なかなかね国産の赤貝というと多分お店で食べると1000円2000円してしまうようなものが多いですかね。身がさばけましたら今度は、紐の方、こっちの紐をさばいていきますと。紐もねさばき方というほど特に難しいことはないんですけれど、こんな感じでね紐を広げて、この紐というかエラがついてるじゃないですか、このエラを、切り離すと、いったイメージですかね。でここにね薄い膜がついていますんで、この膜をこの紐の縁なんかが汚れていたらこの縁をこういった形で掃除して、あとは洗って食べるだけと。ここまででね処理を終わりにする場合も多いんですけれど、これね赤貝ってねこの紐のつなぎ目がここにあるんですけれど、ここに比較的砂が溜まりやすいので、なのでこの部分は軽くね包丁目を入れておくと、食べた時にね砂が口に入らないので、ここのね掃除はねした方がいいっすね。結構汚れが溜まっているかと思うので、ここね一工程増えるので手間は増えてしまうんですけれど、美味しく食べられると思いますんで、必ずね、掃除をしてからは召し上がるようにしてくださいと。身の処理と紐の処理ができましたら、ここで一度ね、塩で揉んで貝のぬめりを、取りますと。で、ぬめりのね落とし方は、これはたっぷり塩を振って、塩で揉むと。そうするとこういった形でね生きのいい赤貝なら身が縮んでくるかと思いますので、ここでね身が縮まないような赤貝は生食しない方が、いいのかなっていう感じではありますかね。しっかりとこの身がね生きている貝を食べるようにしてくださいと。ぬめりが出てきますので、ここで一旦水で洗い流しますと。塩を洗い流しましたら、今度は、氷水ね冷たい水を用意しまして、お酢を少し加えた、氷水に通してぬめりを完全に落としますと。で、人によってはこれお酢ではなくて柑橘類レモン汁だとか使
使う方もいるかとは思うので、まあ、この辺はねそれぞれちょっとね柑橘の爽やかな香りをつけたければレモン水で洗えばいいですし、レモンねいちいち絞るのが手間でしたら、お酢で洗えばいいですしと、ぬめりを落としましたら最後ね、まあ、特に紐なんですけれどこういったね、まあ、掃除しきれなかった汚れを確認して、まあ、もしねまだ汚れが残っているようでしたら、こういった汚れをきれいに落としてと、まあ、ここまでが、赤貝の仕込みですと、まあ、このあとねお寿司にするにしてもお刺身にするにしてもこの水気が残っているとねどうしても水っぽい味になってしまいますので、ここで一度水気を拭き取ってと、まあ、こういった形でねぬめりを落としても2時間3時間経つとどうしてもまたね貝の表面にぬめりが浮いてきてしまいますので、なるべくね食べる直前にぬめりを落とすという作業は行ってくださいと。当然塩で揉んで酢につけてなので当然ここから貝が弱っていくので、まあ、貝のね鮮度をよく保つといった意味でも、このぬめり落としは直前にした方が美味しく食べられるのかなと。それぞれ状況に合わせて調理してくださいと。掃除ができましたら、お寿司を作っていこうかと思いますと、握り方を紹介していくんですけれど、まあ、握りのねパターンは大きく2種類ありまして、一つはねこの赤貝に対してこう縦に包丁を入れる目の入れ方と、多分こういった形ですよね。で、まあ両サイドに何本かね4本か5本ぐらいですかね、まあこんな感じで、包丁を入れて握る握り方と、肝が先ほどここに入っていて、でこちらの身の方が厚くなっているんですけれど、この厚い方の身に、こういった形でね包丁を入れてから握る握り方と、まあ、2種類ねあるのかなと思っていまして、まあ、この場合もね、人によってはこのまま握ってしまうんですけれど、ここに1本こう包丁を入れてから、握る方もいたりと、まあ、このね2種類の切り付け方が代表的な切り付け方かなと、どちらの切り付けでもいいかとは思うんですけれど、まあ、握った時のね見た目で言うと、まあ、こっちの縦に目を入れた方は、まあ、こういったね、形の見た目になりますと、まあなんかね、ちょっとこう模様が入ってて可愛い感じの握りになりまして、こちらね、下を切り開いた方は、まあ、見た目としては、こういったねなんていうのかな、まあちょっとこじゃれた見た目になるんですよ ね。この2つの握り方の違いについて、まあ、ちょっとお話しますと、まあ、こっちのね握りは、まあ、この辺の細かさだとかこの包丁の引かせ方がね、まあ、いかにもプロといった形で、ただまあ見た目はね結構こっちの方がエッジが効いてていいのかなとそうは思うんですけれど、まあ、僕はね基本的にはこっちの切り付けで握ることが多くて、まあ、それはね一応理由があって、なんとなくねこの包丁が均一に全体に入っていた方が口に入れた時のばらけ方がいいかなと思っていまして、まあ、赤貝ってねどうしてもこう反り返ってくるので握りづらいは握りづらいんですよね。握った時のこのねシャリとネタの一体感を考えると、こっちのね握りだとどうしても赤貝がシャリから浮きやすいというのもありまして、で僕はねなるべく一体感の出やすいこっちのね切り付けで握るようにはしてますかね。今日は赤貝の切り付けについて、どちらがいいというわけではないんですけれど、まあそれぞれね機会があったら、両方の切り付けで試してね食べてみると、まあ食感のね違いでお寿司の味って変わるんだということが分かったりして、まあ、ちょっとだけね料理が面白くなるかもしれないと、まあ、今日は、赤貝の握りについて紹介いたしましたと。紐は握ってもいいですし、あとね、きゅうりと合わせて紐きゅう巻きなんてね
作っても美味しいかと思うので、まあこの辺は好みで調理してみてくださいと、ということで今日は、赤貝のさばき方と、まあ、握りのね切り付け2種類だけですけど、まあ、ご紹介いたしましたと、はい、以上でございます。